今回はセラフィムに命令をしているコマで矛盾が生じていると、意見関係に違和感を感じた読者の反応集を紹介します。意見関係を読み直したんだけど意見が同列だと命令を書き換えられなくて、これはベガパンクも同じなんだよね。じゃあここで釈迦がセラフィムを止めれたのはなんでだろ。状況的にそうあたりが命令して戦わせてそうだったんだけど、ピタゴラスたちはシャークに強制力のある命令をして一味と戦わせたわけではないからとか、釈迦があらかじめ他のベガパンクの指示で行動するように、っていう命令を出していた説。違うところで見たやつだけど、釈迦黒幕説だと話通じるんだっけ。そもそも実験だから静止が入ったら戦闘終了することってオーダーだったなら辻褄合うかな。釈迦が権威上で打ち消せるならベアとホーク止めれなかったのに矛盾する。意見五老星。ベガパンクステラベガパンク釈迦。その他のベガパンクだと予想。その可能性もあるけどこの図だとベガパンクは一括りで同列っぽいんだよな。つかこの時詳しい設定決めてなかっただけだと思う。それも考えたけどここで考えてなくて研究層デスゲームの設定途中で思いついたならライブ感がすごすぎる。権限が同格だと上書きできないってギミック自体がミステリチックよな。実は8体目のベガパンクがいたとかのトリックの前振り感ある。同格からの命令は上書きじゃなく順番にクリアするって感じなのかなとは思う。けどミステリでよくある謎の演習とか謎の自然現象とか謎の部屋割りとかそういう謎解き用のギミックっぽい印象なのよくわかる。シャーク VS 一味の発案はエジソンだろうけど釈迦が現場で指示出してたんだと思ってる。そもそも肉声じゃないと指示通らないから研究室でモニタリングしてるエジソンリリスピタゴラスはシャークに命令出せないし。悪のリリスじゃなくて正の釈迦が犯人っていかにもありそう。そこまでだ、セラフィム、で別に S シャークが停止したわけじゃなくて単純に間に入って止めた時間を稼いだだけ説。その間にエジソンかリリスに通信して停止命令を出させた。と思ったけど全然無視じゃ無効設定があるからなんとも。エジソンじゃないやピタゴラス、ごめん。もともと他のサテライトが実験したいと言い出して止めた釈迦はじゃあ命令は私が出していつでも止められるようにするがいいな。と釈迦経由で命令出してたから止まった、だとうまいこと筋が通るんじゃなかったっけ。装置一味 VS セラフィムみたい、リリスいいね。釈迦お前ら絶対やりすぎるから私が戦闘命令出すぞ。危なくなったら私の判断で実験中止するからな的な。まあ連載でここ描いてた時点で命令周りのことを深く考えてなかったかもしれないけど。エッグヘッドをミステリー仕立てにすると決めた段階でここ周りにちゃんと説明がつくようにはしたと思うぞ今まで見ても。あの場でデータ取ってなかった釈迦が即時割って入ったのはこの実験の開始と停止の担当が釈迦だからで大体筋が通る。もう気が済んだかって言ってるしこの説が一番自然で整合性取れる気がする。釈迦がここでセラフィム止められたのは SBS で聞いてみても良い案件な気がしてきた。106巻が出る頃には何もかも全部わかってそうなんだよな。釈迦が止めれたのは今後の伏線よりは展開の都合感あるから上で上がってる。もともと釈迦が命令出してた。ベガパンクの誰かに制されたら止まる設定だった。当たりな気がする。青山先生との対談でミステリー興味あるっぽいこと言ってたし早速やってるのかな。意見関係で同格が命令を上書きできない仕様なのは同格なら先発最優先にすることで。セラフィムが複数の違う命令に対して混乱するのを防ぐ意味合いがあるのではとは考察されてたな。大体同じ指揮者が継続して命令を発せられない状況としては、1当該の人物の死亡気絶など、2同格の命令者の間で方針の食い違いなどで揉めてる、3チップ所持に限るが命令権が奪取された。だから1なら命令者の意識がなくなった時点で解除か待機戦闘丸 VS ルッチにして、2ならもっと権限上位のやつの決定に従うことにすればいい。あとは現場で揉めないために先発最優先しようにしたんだと思う。まさかのステラより釈迦の方が意見上とか、まあないか。もうすぐ死ぬって言ってる釈迦は犯人じゃなくても何か知ってそう。モニター室にいるエジソンたち3人はどうせ命令出しても全然無視経由だと通らないんだから。釈迦が命令出して釈迦が現場待機して停止命令も出したの方が理屈は綺麗に通るんだよな。ベガパンク以外のマッツメンバーってベガパンクより優れてる点とかあったのかな。総合的に見たらベガパンクには遠く及ばないけれどこの分野なら負けないぞ、みたいのないのかな。強さ。本体のブリュー。戦闘力以外ではなさそう。その気になればベガパンク一人で全て凌駕ができそう。実際スマイルの完全上位互換ポイモン作ったし。ただ金がめっちゃ必要だね。戦闘力と残忍さかな。残忍さはそうでもなくないか。技術の進歩によって発生する弊害全部コラテラルダメージ扱いしてるし、そのせいで国滅ぼうが戦争起きようがさまつごととしか捉えんやろこいつ。そんな素振りちょっとでも見せようもんなら素人質問が飛んでくるぞ。足の長さ。知能面ではなさそう。マッツの面々もおそらく人類でも上積みの天才だろうがベガパンクが人類超越した天才だからな。なんなら横でマッツメンバーがすごい発明したのを見ただけでそれを完全に記憶していじったりできるんだよな。
やっぱやばいな、飲み飲み飲み。ベガパンクの知能だけなら生きてる限り無限にアンダロ理論が通じるけど、すべて記憶とかいうのみのみ食ってるから 1% の可能性が0になった感じ。のみのみの効果で競争相手がいない最強キャラすげー面白くない現象をベガパンクで味わっている。そしてベガパンクが善よりだったから良かっただけで基本自分で結論付けるから。他人の意見を取り入れる機会がそうそうない。多分であった当初は自分の得意分野ならベガパンクに負けてなかった。でも同じチームで活動してれば自分の研究を他人に見せたりもしなきゃだから、そのうちに追い抜かれたんじゃないだろうか。飲み飲み飲みは全部忘れないから、自分より優秀な科学者がいればいるほどラーニングで賢くなるな。ベガパンクの専門がよくわからんのよな。サイボーグ系かとなんとなく思ってたが、ベガパンク性格人格成長できてるのかねー。ベガパンクだけマイクラやってる感じ。シーザー、科学薬学ジャッジ、血統因子クローンクイーン、ウイルス人体改造。かな、ベガパンクの専門って何なんだろうな。幅広く手を出して聞く成果出してるからわからん。子供小さくできる薬学、サイボーグやレーザーの工学、セラフィムのグリーンブラッド作れたりする科学もできるし、大概何でもできそう。医者にしても科学者にしても基本得意分野以外はまちまちなのにベガパンクは全部できてるから。最終的にベガパンクは他人を必要としない自問自答で回っているんだろうか。その慣れの果てがサテライトなのか。そのうち忘れられない弊害描写してほしい。人間の防衛本能の一つだぜ忘却、都合よく記憶を組み替えること。そもそもあの頭部の生物に人間の防衛本能とか適応していいのか、脳が肥大化した分だけ許容範囲も大きくなってそう。許容範囲抜強靭な強靭メンタル。俺らがワンピースキャラを10人覚えるのと同じ感覚でベガパンクの脳は物事を1万個覚えれるのかもしれない。何でもできるけどお金がない施設がない賛同者がいないのがベガパンク。パトロンもっと増やせ。世界最大の組織パトロンにいても無理ならもはや無理では。世界政府というパトロンで無理なら満足できる環境はない。満足できてないですね。絶対記憶を劣化させずに保持できるなら過去のこと全部覚えているのに自分のあり方は変えられないだったらかなりやべえな。血統因子が強すぎる、ジェルマもこれのジャッジ流応用だしスマイルは劣化だし。主力パトロンの世界政府的にやってほしくないことをやってる自覚はあるはず。全速前進が止められないだけ。今日までの出来事全部忘れられない状態になったらメンタル絶対狂うからベガパンクも十分強靭。考えるほどベガパンクに対抗意識も痩せる状態すごい。記憶がデータ化してもはや知らん人の文章を読んでる感覚なんじゃないか。知識とかの動機を軽く考えてるし。この認識がずれてるけど気がついてなさそうなのすっごい SF 一種のホラー。致命的な人間性削れてそう。一度見たものは忘れられないの辛すぎない。忘れたい記憶だっていくらでもあるだろうに。あの頭部を受け入れられるなら大抵の辛いことはへでもなさそう。例えば熊に関する悲しい出来事があったベガパンクはその出来事を悲しんだけれど科学者なので熊を改造することは実行した。何もかも覚えていられるのに精神が善よりなのが逆におぞましい。何でも作れるなら悪いことしたくならない。悲しんだ自分も改造したい自分も何も矛盾してない感じなんだろうか。